はい、こんにちは。ね、私はそういうふうな障害者の人たちが動画投稿するっていう時代が来るっていうのを、まあ、ある意味確信したんです。で、この確信がなかったら、そもそも私がサンバークラシックで復活することもなければ、スカイライン514として復活することも、復活じゃない、スカイライン514として動画を出すこともなかった。あれはただ単にミニカーだけを紹介するためだけが目的だと思って私が動画投稿したと思っている方もいらっしゃるかもしれないんだけど、それだけの目標のためだけにやってきたわけじゃないんですね。自分と同じような障害を抱えている人たちが、まあ確かに危険なリスクっていうのも動画投稿っていうのはあるけど、ある可能性も全くないとは言えない。だけども、まあそういうことをある意味覚悟してでも動画投稿する人たちが出てくるだろうと、それはたとえ軽度な人であろうと、たとえ重度な人であっても、そういう障害のある人たちが動画投稿をする時代が来る、私はこれを確信してたんですね。で、それでじゃあそのためには自分がまず手本を示さなければいけないなと思ったわけ。なぜなら自分が2012年当初というのは動画投稿を、何の障害者であれその人たちが動画投稿してる人いるかなと思って調べたんですよ。で、そしたら全くと思っていなかったわけですよ、うん、誰もその時にそういうことを見てから声を出して発信をしてる人っていうのはいなかった。だからそういう人たちが全くいなかったので、よし、じゃあこれはこの人たちの、ね、要するに、まあ、北海道の開拓、ある人に言われたよ、あんたは北海道の開拓のクラーク博士と同じだみたいな。確かにその通りなんだよね。北海道の少年を大使を言うわけじゃないけども、開拓をしてしまったわけで、ある意味この日本という国を開拓してしまったわけですね。まあ、ある意味坂本龍馬と同じようなことをやってしまったわけですよ。で、それで障害者の人たちにやっぱり元気になってほしいし、そして現に、ね、身体の人も精神の人もそう、そういった人たちってのはいつの時代でも今でもある意味そうなんだけど、なかなか一般の社会人になっても至っても、なかなかその子供の時からそうなんだけど、受け入れてくれる人がすごく少ないんですよ。まだ自分たちがまだその養護学校、支援学校とか行ってる時っていうのは、まだね、先生たちがほらそういう資格を持ってやってる先生だから理解があったけども、これがある意味社会人となって、あなたはもう社会人ですから働いてくださいっていうことで世の中に出されるわけじゃないですか。で、そうなった時に途端にガラッと180度変わって、理解していない方が、理解がわからないっていう方が多くなってきちゃうんですね。で、そうするとその矛盾感っていうのをすごく感じて、それでうつ病になったり悩んじゃったり、いろんな仕事を転々とやったりするわけよ。例えばパッと見ただけでね、まあその受け入れした人にも言ったんだけど、パッと見ただけで、まあ、この人はその何品出しの仕事がとかそういうのがいいんじゃないかみたいなね、それはあなたが今パッと見ただけでそういうのが良さそうだと思ってやってるけども、でも実際同じ発達障害の人でね、品出しのスーパーの品出しとかそういう仕事をやったりとか、あるいはそのカラオケのところでそのお客さんにその食べ物を運んだりとかね、掃除をしたりとかね、まあそういったことを、まあ裏の仕事というか、そういったことをやったんだけども、続かなかったっていうのがあったわけよ。なぜですかって言ったら、カラオケだったらほら、まあ騒音って言ったら悪いんだけど、音がすごいじゃん。で、それでその他、ね、日常的に街の中歩くだけで、車の音だ、クラクションの音だ、走行の音だ、人の喋り声、ね、下手したらスーパーのその明かり、電気、もうこういったものが騒音になるぐらいバー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 来るわけですよ。で、そういった中で、じゃああんたパッと見ただけよ。あ、この人あの品出しなんかそういうの得意そうだから、ね。あ、だから品出しの仕事、
やってみりゃいいんじゃないのって、そんな気安くね、それが余計なお世話って話なんですよ。そんな気安く言うんじゃねえって話なんですよ。要するにそれは、ある知的障害に独自エピソードになる人がそうやって電話かかってきて、そうやって言った時俺激怒したんだけど、あなたはまずその知的障害というものが全くお分かりになってないし、発達障害がどういうものだか全くお分かりになってないんだから、そういったことを勉強してから、そして人発達障害や知的障害の人とお友達になった方がいいですよって言ったんですよ。だからやっぱりそのぐらいの、ある意味ちょっと厳しいかもわかんない言い方かもしれないけども、それぐらいのことをやらなきゃダメなの。それを安易にね、いや、あなたは体力的じゃ、あなたはそういう品出しとかそういうのどうですかって言って、いや、それにはね、実際同じある女性の方でそういう仕事をやってきた方がいたんだけど、つい最近まで高校生だったんですよね。で、その高校を卒業して、その人は普通の高校に行ってたんだけど、その普通の高校を卒業して、で、スーパーの品出しの仕事をやってたんだけども、例えば重いものを運んだりとか、ここからどこ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 に品物を入れ替えてくれとか、掃除をしてくれとかあったわけですね。で、その中でもう段取りがすごく多いっていうのと、あと重い荷物とかも運ばなきゃいけないし、もう非常に大変だったってわけで、それでわーって言って、もう、私とあるいも同じでパニック障害になってしまったんですね。で、それでその職場で行った時に泣いてしまったと。で、で、周りの人たちがびっくりして、いろいろ相談した結果、じゃあうちの仕事には多分合わないと思うからね、多分ってか合わないから、やめた方がいいんじゃないかという決断になって、で、それで辞めちゃったんですよ。で、それは、その仕事をして1年も経たなかったかなと思ったんだけどね。ただ、そういう事情があるんですよ。ただ、その電話してきたその知的障害60いくつの人は、男の人なんだけどね、そういうことすら知らないんですよ、残念ながら。ただ単にパッと見て、あ、こういう仕事がいいんじゃないの？いや、それは、それこそある意味 ね、一番最初にそういう人たちと知り合った健常者の人で、健常者の人でまだその人のことがよく分かってない状態にある人が言うセリフだよね、ある意味は。だからそれを驚くんだけど、知的障害の中でもそういうことを言う不届き者がいるわけですよ。で、そうすると、あんた用意しねもしないのに、ようそんなこと言えんなって。だからこれ、むしろ電話だからある意味済んだようなもんだけど、これ実際にその人と会ってたら、とっつかみ合いの喧嘩になってましたよ。あんた何考えてんだこの野郎っていうふうになってたと思うんですね。だから、もう、なんつうのかね、それだけですね、やっぱりパッと見た目ではね、わからないっていうのがあるんですよ。じゃあその人がどうやってそういう人たちと関わっていくのかってなったら、まず自分がせっかくあるいは知的障害だとか発達障害って中に生まれたのであれば、自分と同じ人がまずいるのかどうかということを見なきゃいけない、調べなきゃいけない。で、そしてそれはどういう状況の中で体調が例えば悪くなるのか、どういう状況のとこが逆に言えば体調が良くなるのか、ということを調べる。そしたら、昔でそれ調べるっつったらちょっと無茶苦茶だったと思うんだよね。昔だったら、それこそインターネットってのがないし、動画配信ってのがなかったですから。ところが今はインターネットの配信ができ、動画配信ができる。で、それによって、昔はそれこそそういったことって医者の先生に聞くとか、福祉の人に聞くっていうことしかできなかった。ところが今は、発達当事者の人がそういうわけで動画を投稿する。あるいは知的障害、自閉症、あるいは、身体障害の方、こういった方たちが、脳溢血の方とか、そういった方たちが動画で紹介するようになった。で、そうすると、そこで初めて、ある意味では、医者の先生でもわからなかった、福祉ですらわからなかったことがわかるようになってきた。
それは何でかって言ったら、その障害者の抱えてる当事者の方、あるいは病気を抱えてる当事者の方が動画を出してるからですよね。だからそれによって分かったのよ。今までそれが分からなかったから、そんな人いるんですかねっていうのもあったし、あとは例えばこれは医者とか福祉の立場とか、養護学校の先生の立場からすると、国で教えられて、そういう障害者の人たちがいるよっていうことだから、あるいはその国が出てるそのマニュアル通りの、ことでしか教え、まあ、マニュアル通りのことがでしか教えられないじゃなくて、マニュアル通りのことが正しいんだと思ってたわけですよ。だってそれは障害者ってのはこういう人たちがいますよ。で、それを国に提出してくださいねってだけで国に提出するじゃん。で、その国に提出されたこの資料からもとに障害者ってのはどうやらこういうことらしい。だからある意味それが全てだと思ってたわけですよ。ところが実際のところは、直にその障害を抱えてる方、車椅子の方、心身の方、身体の方、こういった方からお話を聞いたら、実際は全然違ったと。だから、なんですよ。だからある意味、その私の、言ってる先生は残念なんだけど、局長さんでありながら残念なんだけど、こう言ってた、局長ですら残念なことしたの。要するに YouTube でね、医者の先生で動画出してる人がいるんですけどって、それこそ言ったんだけど、ああ、それは道楽でしょって言ったわけ。違うって言うんですよ。それこそき、で、きろんきょとうで言ったら、一番前のところをつか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 歩いてくるような先生ですらさ、朝礼の時にね、そういうお偉方の先生ですら知らなかったんですよ。要するに動画投稿をしている先生は確かに見たことある。だけどそれは、あれでしょうと。その発達のことを研究している医者の先生がいたんですね、若い兄ちゃんで、その人が動画投稿してるんだけど、いや、それは道楽でしょっつったわけ、道楽じゃないっつう話なんですよ。道楽で、それは自分の趣、あくまでも趣味としてやってるんだよ。だからこれは仕事としてやってるかって言ったら、それは仕事にはつながらないんだよみたいなこと言ってたんだけど、違うっつうわけですよ。それは、ツッコミがあるわけですね、あれにね。で、それは、要するにそういう人たちが、当事者の人たちから直にその聞いたり、あるいはそういうことをやってる先生がいたとしたら、そういう外科内科精神科医の先生が動画撮ってるって方もいらっしゃるから、そうするとこの先生の言ってることは、まあ本当なんだけども、事実なんだけど、それを再度こう、まあ予習復習みたいなもんですよね。この先生の言ってることが本当に正しいのか、例えばこの都合はこういうところに直すと体の効き目が良くなりますとか、本当にそうなのか、それを実際に確かめてやってる先生だから、じゃあ動画で言ってる先生っていうのも同じことが、答えが出てくるわけですよね。で、それでそれをある意味研究材料にして、そして医者の先生だって、例えば会議を開くでしょうから、会議の時にパッと見せて、あ、こういうことをやってる YouTube の方で、こういう、あるいはニコニコ動画でやってる方で、こういうことを紹介してる先生がいたんですけども、この先生のこういうところが素晴らしいと思いました。逆にこの先生のこういうところがまだちょっと勉強不足だと思いますとか、そういったことを言えると思うんです。で、そういったことが研究できると思うので、ですから、発達当事者とか、そういう、私は発達障害、知的障害だけど、知的障害の人が動画で言ってるんであれば、この人に言ってる、本人が言ってるんだけど、間違いないんだけど、それにはどう思うかっていうことに対してだって、ちゃんと研究ができるわけじゃん、逆に言えば。そうすると、まあ、言い方はちょっと申し訳ないけども、いい研究材料になるというか、いい、まあ、役立てることがある意味できるんじゃないかと思うわけですよ。で、そうすると、そういった人たちを役立てるために、みんなに役立ってもらおうと思ってるのに、そういう人たちが動画で配信して自ら言ってるわけです。それによって、だから医者の先生ですら知らなかった、福祉の人ですら知らなかった、学校の先生ですら知らなかった情報が、
分かってきた。それはそれを一番抱えて悩んでる当事者の人から言われたからですね。で、当事者の人から動画を出した。だから正直言って、この YouTube が出てくる前、ね、最近3、4年ぐらい前までこういう人たちがどん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 出てくるようになったけど、私今考えたってあれ不思議ですよ。動画配信やり始めた2012年、13年、12年から始めたけど、その時っていうのはね、それから1年経った2013年ですら、障害者が YouTube で動画投稿を一生懸命やっていますっていう人はいなかった。間違いなくいなかった。で、それで、そういう人たちが、で、有名な人たちいるかって言ったら、その中でも有名な人たちですらいなかった。だから、非常に信じられないんだけど、だからそれを見て、当時の医者の先生とか福祉というのも、そういう状況を見て、いや、あなたたちは障害者だというのは十分わかりました。だけど、その人たちが実際動画投稿してるかって言ったら、ほら見てくださいと。それしか事実しか見えなかったわけですね。ほら、見てください。実際いないでしょ。2012年、2013年当時、いないでしょっていうことなんです。でもそれはその当時の出来事でしか知らなかったからね。ところが私がどん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 動画投稿してしまって、ユニーカーな動画が主だったけど、まあそれをやり始めて、で、その傍ら発達障害はどういうもんか、知的障害ってのは下手くそな説明ながらこういうものですってことを言ってたら、そしたら、だん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 尊敬しますって人が出てきて、で、そういう人の中から、じゃあ自分たちも動画投稿を始めてみようかなということをやってきて、中には自分と同じその自分の趣味というものをこう生かすことが、そういうことでしか生きていくことができないなら、じゃあそれを利用しようっつって、で、何しろサンバーって人がやってるわけだから、スカイナインって人がやってるわけだからっつって、それでやったのが、例えばスティーサムさんとかで、スティーサムさんとも同じ発達障害を持ってるんだけど、あの人は前は違うスタイルの動画を撮ってたんだけど、それを一旦全部やめて、消してやめて、で、新たに復活したんだけど、その時はそのアメコミのね、動画、まあそれは以前どっからも言ってたことなんだけど、私がやってるのとか見て、で、それでそのアメコミのその紹介の動画をやりたいって言ってたわけですね。で、私がその参考にもほら、全部図鑑とかをこう見て、それで調べて、で、それで動画を出してるっていう、写真解説とか動画出してるっていうのを知ってたから、で、私もそういうことをやりたいって、で、佐藤ステイサムさんは、まあ、ツイッターも同時にやってる方だから、いろいろと言ってね、で、それで、その図鑑というのは、アメコミの図鑑というのはどこからかおそらく買ってきたと思うんです。新品か中古なのか、それはそこまで細かいことは分かんないけど、ただ、あれが十分今お役に立ってると思うんですよ。で、その中から、このキャラ、例えばスーパーマンというのはこういうキャラだとか、ね、まあそれは有名なキャラから、バットマンはこうだとかね、あるいは、まあ世間の人からしたら、本当にそれをそのアメコミの好きじゃん人に会えないとわからないようなキャラクター、そういったキャラクターのことまで詳しく載ってるから、それはこういうキャラクターであるっていう感じで、もう動画出してるわけですよ。だから十分それが十分お役立てていただけたっていうのはもうすでにお分かりになってるんじゃないかと思うんですね。で、それでやってらっしゃる方もいる。で、そういうふうなこともいれば、あとは私のやってることを参考にしてね、そのヨシさんという人がそのドラゴンボールの、パズドラをこうやったりとか、あとは最近はなんかこう焼きそばをでかい焼きそばを食べましたとかね、あとは最近昨日見たらなんか更新になったのは、辛い担々麺を食べ、辛い焼きそばを食べましたみたいな。すごいでかいやつですよ。あれ全部食ったんですよ。で、そこで初めてね、マネージャーっていう人が、今までは出てこなかったんだけど、それが公にマネージャーが動画投稿を同時にパッとこう映ってですね、随分若い姉ちゃんだったね。びっくりしたみたいな、若い姉ちゃんなんだけど、誰だろうこの姉ちゃんと思ったんだけど、その時にその姉ちゃんが出てきて、で、自分は、その吉のマネージャーっていうことを言ってね、でそれで吉が、来る前にこの辛いね、その壊せてやると、懲らしめてやるみたいな感じで言ってたんですよ。で、そういうスタイルで動画撮ってる人だから、で、それで吉さんが来て、あんたの
何あんたとうとう動画始めちったっつって始めちゃったって、でそれでやってたんだけど、そういう方が要するに増えてきたんですね。でちょっと1年、これが随分変わったことですね。1年ぐらい前もの時、その人たちがまだ出始めた2年ぐらい前か、2年ぐらい前の時っていうのは、まず発達障害っていうのはこういう症状があって、こういうものですよっていうところから始まったわけですよ。で、そこから来て、ちょうど段取りが悪い、いい時期に来てましたね。そっから2年経って、そこから2年経ったら、今度私みたいなやり方を、スタイルをやるような人が増えてきたわけよ。要するに、その自分は発達や知的があります、自閉症があります。でも中ではそういう中で私はこういうのが好きで生きています。こういうのをある意味趣味として生きています。で、これをある意味その仕事としてやっていきたいですっていうところで、そのアピールする人が増えてきた。これがね、最近見られることだな、去年あたりぐらいかな、見られるかなと思ったんです。ただその前までの2年前までは、発達障害ってのはこうですよってなってきたのが、アルクさんだったりとか、ネイさんだったりとか、スグルさんだったりとか、タッシーさんとか、まあそういった方たちだったんですよね。ヒロミさんとかね。だから私たち、だからある意味俺のというのもある意味、そのスカイライン51のこと、サンバークラシックっていうのは、ある意味私はその上に立ってしまった人なんだなと お前さすが帝王だなって言われちまったんだけど、まあゴルフ界にもね、ジャック・ニコラスっていう帝王がいますけども、私もいつの間にやら帝王になってしまったわけですよ。そういう帝王として、元祖帝王として、こう私は、どうも その人たちが出る元を作ってしまったわけですからね。あの元でも味の素ではないですからね。そこで私が味の素を出すわねみたいな、そういうわけじゃないんですよ。私は味の素を出したわけじゃなくてね、そういうふうな元を作ってしまいましたから。ですから、そのなんていうんですかね、やはりその私としては、よくこういう時代が来たっていうのが良かったと思ったんですよ。今まではあの時はね、2012年13年代で何度も言うけど、本当にそういう人たちが出てこなかったから、すごい寂しい思いをして、動画撮り、不安感の思いも動画撮ってたし、同時に本当にそんな人いるのかよっていうふうに疑いの目で見られたし、それこそ精神科医の局長先生、局長の千葉にね、精神科医の局長の先生とかいるんだけど、その先生ですら知らなかったし、その先生ですら「いや君動画投稿を始めた」ってのはそれ知ってるけどさ、実際君以外にそういう人いないよねみたいな。でそうすると、それを言われてさ、もう随分昔の話だからね、今は随分考え方変わったと思うんですけども、それで悲しかった。でその局長が同時にその時言ってたんですよ。その時じゃない、後々になって最近かに言ったんだけども、まだその先生は、ある意味私から言うと生意気だって言われるかもしれないけども、まだまだその先生はある意味勉強がちょっと不足してる部分があるなと思うんですよ。お前なんちゅうこと言うんだと、白い極東のね、白い極東だったら極小ですよみたいなね、この下院長よりさらに上、極小ですよみたいな。要するに、で、院長ってのがいますよね、病院にはね、必ず。その院長先生よりさらにトップなんですよ。要するに全、例えば千葉県なら千葉県の院長先生を全部従えているトップなんですよ。ですから、私は失敗しませんのでって医者の先生なんですかね。安野先生も偉い先生ですよ。で、その先生のを雇っているのは院長先生ですよね。で、その院長先生をさらに上が、その白い極東といって、映画にあって白衣を着た先生がずらーっと来て、その真ん中を、一番真ん中のど真ん中を歩いてる人がいるんだけど、それが局長なんですよ。で、局長にもの申すみたいになっちゃうんですけども、まあその人でそれ最近言ったのは、YouTube で精神科医の先生が動画を上げてる若い兄ちゃんいるけども、あの兄ちゃんというのはね、それは趣味で始めてるんだよみたいなね、
いや、そこのところをもっとよく研究してくださいと、それこそ私はそう言いたいんですね。いや、それは趣味じゃなくて、その趣味というものをある意味生かしてね。で、そこから発達障害とか知的障害とか身体障害のことを専門に勉強してらっしゃるわけですから、障害者のこと。ですから、そこから障害者というものはどういうふうにあるべきなのか、どういうふうにして生きてらっしゃる方なのかっていうことを参考にさせていただければかなと思うんですよ。これどこかの千葉県のどこかの局長さんが見ていたらね、けしからんと思うかもわからないかもしれないんですけども、まあ、何しろ私がね、直接その先生から診断を受けてますから、ですから、ちょっと言いにくいことではあるんですけれども、そういうことを、まあ、参考にしていただければ幸いかなと。だってそれもし参考にさせていただければ、また新たに障害者の人たちの、全部の障害者の人たちの悩みをさ、救うことができるわけじゃないですか。で、その先生だって講演会っていうのをね、やって有名な先生だったらしいからね。だからその千葉県だけじゃなくて、静岡とか東京とか、まあそういったところでも講演会やってるらしいですからね。ですからそれで名を上げてきてる先生らしいんですよ。それだけだからね、やっぱそれだけじゃない、そういう先生だから、だからね、そういう先生が後に名医と言われるね、先生になるわけですよ。それこそ俺は失敗しませんのでみたいなね、俺は失敗しないからみたいなね、そういうつけになる可能性だって高いわけですから。ですから、でもその先生ってのがね、個人的な話なんだけど、よく似てるんですよ。大河ドラマで平清盛って大河ドラマありましたでしょ。大河ドラマで平清盛って大河ドラマに出てた、その平清盛の役を演じてた兄ちゃんがいたわけですよ。よく似てるなと思ってね、もうそっくりだったんですよ。あれよく似てんな、あれどっかで見たな、この人と思って。ああ、あの局長かと思ってね。で、そういったあの局長さんかと思って、あの局長さんって、なるほど、平清盛だったんですね、みたいなね。さらにその前までは平将門さんだったんですね、みたいなね。よう顔が似ておりましたからね。ああ、なるほど、みたいな思ったんですけども。まあ、それだけでやっぱり遺伝が出てたんでね。ですから、そっくりだったんですよ、その俳優さんに。そっくりだったの。だから、もうあれだったんですけど、まさにあの感じだったんですよ。で、それで、なんていうんですかね、こう、もう性格から、その顔から、すっくりだったんですけど、で、言ってたりする局長さんは、なんか自分の息子がね、なんだかその、戦隊使用ものが好きで、そういったなんかやつを、なんか、なんて人だか知らないけど、動画投稿始めたって言ってた、YouTube でね。で、そういうのが始めたって言ってたから、まあ今度医者の先生に会ったら、そういう先生、なんて先生、なんと YouTube ですかって調べてみてみようかなと思うんだけどね、今度会った時にね。で、それで、そういうのが始めてびっくりしたって言ってて、で、そんなあんたのことも知ったって言って、すげえな、お前、そんなあんたそんな有名になってんやな、みたいな。すごいなって言ってたけどね。だから、そういうふうにも、あれなんですけども、まあ、そういうふうになっていただければ、まあ幸いかなって。最近そういうことで、発達障害のスタイルの人たちも変わってきたし、私はある意味そういう人たちのリーダーとして動画投稿してしまったから、これからも、まあ、動画投稿しますので、よろしくお願いしますということであるし、同時にそれが嬉しかったなっていうことですね。どうもありがとうございました。